夜はここ名古屋ドームから読売ジャイアンツ対広島東洋カープナイトゲームの模様を実況川地直樹でお送りしてまいります。ジャイアンツはサウスポーの高橋、そしてカープはレイボー、以上のような両先発となっています。さあ間もなく試合が始まります。注目の立ち上がり、カープの攻撃、先頭バッターは尾形、外れたボール、カーブ決まった、ワイドアウト、直球ストライク、高め、打った、いい当たりだ、ダイレクトボール際、どうだ、ダイレクトフェンスに当たった、カープ先制のチャンスを迎えます。バッターは2番栗原、直球ストライク、ボールカウントワンナッシング、一塁牽制球を送ります。スクリュー外れても打った、伸びる、また伸びる、また伸びている、レフトセンター見送った、ホームラン、ホームランです、先制ツーランホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、カープ2点先制、2対0、カープ2点先制しています。見送ってボール、胸元際どいところ、2球目空振り、低めのボール球に手が出ました、これは打ち上げてしまった、ファウル、カーブワンバウンドボール、ダロッカよく選んでいます。外角打った、打球はサードの左、一塁へ送る、一塁アウト、ワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。そして右バッターボックスには新井、ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。外角高め、直球ストライク、バッター追い込まれました、カリー三振、見事なピッチング、バッターは5番前田、背番号1、インハイ空振り、ワンストライクノーボールです、打ちました、ファーストへ、一塁アウト、1回表が終了して2対0カープ先制点を挙げています。ここでプレーが再開されました、打ちました初球、ピッチャーへ転がった、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは2番二岡、初球流す打ち、ファールボール、アウトコース変化球ストライク、ツーナッシング、見事なピッチングです。バッターは3番ローズ、背番号20、直球ストライク、まずは初球決めてきました、おっと自打球、打った、詰まった打球、クラ手を上げて掴みました、レイボー、今日は上々の立ち上がりです。1回が終わって2対0カープ2点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは島、1球目ストレート空振り、バットが空を切りました、打った、ファールボール、アウトコース高めいっぱい、三振、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番山崎、打った、ボールは後ろ、ファールボール、打った、ワンバウンド取った、一塁アウト、バッターは8番クラ、背番号40、初球を吹っ抜けました、インロー外れてワンボール、カーブ外れてボール、わずかに内側、ボールクラ、よく見ています、
った。ヒットになります。さあ、ツーアウトからのランナーが出ました。バッターはピッチャー、レイボー。背番号70。初球打ちました。セカンドゴロを取る。アウト。スリーアウトです。ランナー1塁3塁です。2回の表が終わって2対0。カープ、この回の攻撃は0で終わっています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは4番、小久保。スライダーを見送ってストライク。ワンナシング打ちました。打球をバックネットファウル。一球外してボール。これはわずかに低いか。カープ見逃し三振。これでワンアウト。ランナーはありません。そして左バッターボックスには高橋。打ったバケット方向ファウル。十分ご注意ください。打った、引っ張った。アウト。右横、一塁アウト。バッターは6番、阿部。ここは内野陣が深く守備位置に変わっています。島前進取りました。ジャイアンツ、これで三者凡退のイニングが続いています。2回の裏が終わって2対0。カープ2点リードは変わりません。カープ、この回1番からの高打順。先頭バッターは1番、尾形。速球ストライク。スクリューはストライク。真ん中へ。外角高め、空振り三振。高橋、この試合3つもの三振を奪いました。栗原、初球カーブ、空振り。インコース、ストレート決まってストライク。さあ、追い込まれました。スクリュー、空振り三振。全く当たりません。右バッターボックスはナロッタ。最初の打席はサードゴロに倒れています。高め、キャンドゥイボー。ノーストライク、ワンボール。スクリューはストライク。ワイドアップ。強引に振りに行った。バッター追い込まれました。スクリュー、空振り三振。最後はスイングアウトの三振に倒れました。3回表が終了して2対0。カープ、この回0点に終わっています。3回の裏、2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃。先頭バッターは7番、矢野。速球ボール。まずはアウトコース。際どい球、ボン、ノーツー。シュート外れた。ボン、矢野集中しています。高め、速球決まってストライク。ここは1球見ます。インコース低め見送ってストライク。シュートを使ってきました。打ちました。これはセカンド、ファーストで送る。一塁アウト、ワンアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番、川中。速球決まってストライク。ワンナシー。高め、際どい球、ボール。インサイドついてボール。流し打ち、ショートのグッドビー。記録はヒット、記録はヒットです。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターはピッチャー、高橋。つかみました。ここで打者一巡して、バッターは西。最初の打席はピッチャーゴロに倒れています。シュートは5。まずはインコース、インコース引っ張った。サード正面、一塁へ。一塁アウト。結局一塁残塁で終了です。序盤終わって2対0。カープ2点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは4番、新井。今日の第1打席はスイングアウト。ここは内野陣が深めの守備位置に回っています。まっすぐ決まったストライク。高橋、追い込んでいます。ストレート、空振り三振。高橋、今日早くも6つ目の三振。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番、前田。最初の打席は内野ゴロに倒れています。一塁アウト。バッターは6番、島。これが2打席目になります。
カーブ、ストライク、ワンストライク、ノーボール。打ってから平凡な当たり、ローズ前に出る、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ、カーブ。またしても三者凡退に終わっています。4回表が終了して2対0、カーブ無得点で終了です。ジャイアンツ、この回は2番からの好打順です。先頭バッターは2番新岡、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。レイボン両手を広げて取りました。これでワンアウト。バッターは3番ローズ、第1打席はキャッチャーフライに倒れています。アウトサイド、判定はボール、ワンボール。直球打ちました、ボールは後ろ、ファウルボール。変化球ストライク、アウトコースへ、17番。打った、流し打ち、ファウル。速球、空振り三振。レイボン、この試合3つ目の三振を奪いました。ここは内野陣が深めの守備位置に回っています。ストライク、ワイドアップ、遠藤際どい球、ボール。スライダー決まってストライク、ストレート、空振り三振、一者連続三振、ピッチャーガッツポーズ。レイボー、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。4回が終わって2対0、カーブ2点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは山崎、最初の打席はライアゴルに倒れています。真ん中ストライク、初球まずは入れてきました。インコーナー高め、ボール、空振り、バッター追い込まれました。打った、矢野前に出る、ワンバウンド。山崎、これで2打数の1安打。バッターはオープンスタンスのクラ、低めボール、ノーストライク、ワンボール。低い球打ちました、ピッチャーゴロ、ゲッツーコースだ。セカンドへ、2塁フォースアウト、1塁もアウト、ダブルプレイ、セカンドゲッツーに仕留めました。バッターはピッチャーレイボーン。外野は前進し、初球ストライク、外角高め、まずは初球決めてきました。流し打ち、どうだ、ファールボール。この試合7つ目の三振を奪いました。5回表が終了して2対0、カーブこの回無得点です。これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回先頭バッターは高橋、最初の打席はファーストゴロに倒れています。カーブ決まったストライク、打ちました、ファウル、バックネット方向に飛んでいきます。一、二塁か、ヒット、ライトがヒットになった。高橋、これで2打数の1安打。バッターは6番阿部、第1打席はライトフライに倒れています。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。肩越しにランナー見た、かぶった、ヒット、高橋2塁でストップ。さあノーアウトランナー1塁2塁とチャンスを広げました。ジャイアンツ、ここまで3安打、スライダーはスパイ、わずかに外れて、ボール、まっすぐに打ってストライク、10の番、空振り三振、バッターアウト、バッター、これでワンアウト、ランナーは1塁2塁に変わります。そして迎えるバッターは川中、今日2打席目、速球、ボール、打った、これはショート軽快にさばいて2塁アウト、1塁はセーフ。ここで迎えるバッターは高橋ジャイアンツ、ここまで3安打、低め打ちました、シュート左、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー一塁三塁、残塁。前半終わって2対0、カーブ依然2点リードです。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは1番尾形、初球引っ張った、取りました、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番栗原、今日はチームの全打点を叩き出しています。
ストレート空振り、打ちました。セカンド左、一塁送る、一塁アウト。バッターは3番ナロッカ、今日はサードゴロと三振。初球は空振り、インローすぎてボール、ボールカウントワインドワン、打った、セカンド掴んだ、一塁アウト。最後は内野ゴロに倒れました。6回表が終了して2対0カープ無得点で終了です。ここでタイムを取りました。どうやらピッチャー交代を告げるようです。先発のレイボーン、5回無失点の好投を見せました。横山、今日2番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ、この回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番西、今日はピッチャーゴロとサードゴロ。マッチング空振り、バッター追い込まれました。流し打ち、これはヒットになります。西、今日初めてのヒットになりました。ノーアウトランナー1塁となって続くバッターは三岡、今日は三振とピッチャーフライ。打ちました、いい当たり、二塁送る、二塁アウト、一塁アウト、ゲッツー、セカンドゲッツーに仕留めました。バッターは3番ローズ、今日はキャッチャーフライと三振。打った、いい当たりだ、手応えは十分か、センター見上げた、ホームランだ、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、バックスクリーン右、見事に初球を捉えました。横山がっくりと肩を落とします。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。はい、バッターが追い込まれました。フォーク、空振り三振、国防3球三振に倒れました。横山ガッツポーズ。中盤終わって2対1ジャイアンツ、ようやく1点を返しています。ここでタイムがかかります。ここはピッチャー交代でしょうか。高橋マウンドを降りました。久保、今日2人目のピッチャーの初登板です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは4番新井、ここまで2打席連続三振、打ちました、あーっと詰まった。徳坊落下点構えて取ってアウト、ワンアウト。バッターは5番前田、今日はサードゴロとファーストゴロ。ここは内野陣が深めの守備位置に回っています。トライ、フォークはストライク、さあ追い込まれました。インサイド、胸元はボール、フォークはボール、低め、ツーツー、平行カウント、速球打った、ローズ前進、前田初安打、ワンアウトランナー一塁に変わります。続くバッターは島、今日は三振とセンターフライ、切れていきます、ファウル、打った、痛烈な当たり、二塁送り、二塁アウト、アウト、ゲッツー、これでスリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。7回表が終了して2対1カープ、スコアボードに0の文字が入ります。ここでタイムです。ここはピッチャーを変えてくるでしょうか。横山、高満、長川、今日3番手としてマウンドになります。7回目がジャイアンツ、ダッキーセブンの攻撃、この回のトップバッターは高橋、インドへ打った、詰まった当たり、山崎余裕があります。二塁キャンバス手前取りました。高橋ショートフライに倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番阿部、この試合3回目のアットバット、速球決まって、はい、内角ボール球打った、ボールを取って一塁送球、一塁アウト。バッターは7番矢野、今日はセカンドゴロと三振、初球から打っていった、一、二塁間の打球、ファーストへアウト、スリーアウトになりました。最後は内野ゴロに打ち取られました。7回が終わって2対1ジャイアンツ、ラッキーセブンは無得点で終わりました。これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山崎、内野前進です、ストライク、アウトコース厳しいところ、
真ん中引き抜いたストライク、ツーストライクノーボール。外角ストレート外れてボール。落ちる球外れました。打った、ローズ落下点に入った、掴んでワンアウトになります。今日ヒットを放っているクラ、外野手は前の方に守備位置を取りました。カープここまで5安打。速球空振り、ワイドアウト、打ちました。ショート正面、ファーストへ送る、一塁アウト。ここでタイムを取りました。どうやらここは代打を送るようです。代打は野村。カープここまで5安打。アウト、これでスリーアウト。久保下位打線ですが三者凡退に打ち取っています。8回表が終了して2対1、カープこの回の攻撃はゼロで終わっています。長川マウンドを降りました。佐竹今日4人目のピッチャーとして登板です。ヒッ、ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。ここでタイムがかかります。ここは代打を起用してくるようです。バッターは代打鈴木。これも初球打ち、クラ足が止まって構えた。ワンアウト、セーフ、一塁はセーフ。ここでタイム、ここはピッチャーを返すようです。三宅降板、笹岡ホームランで逆転のピンチで降板です。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ダメンタワーに帰って西、まずは一塁牽制、ランナー走った、あーとまた初球打ち、掴みました。一塁はセーフ。ランナー一人置いて迎えるバッターは三岡、ここまでノーヒット。一球目手札からは空振り、ワンナシン、かぶった、掴みました。ファーストランナー残塁。8回が終わって2対1、カープ1点リードは変わりません。久保マウンドを降りました。宮ビッチ今日3人目のピッチャーとして登板です。速球ストライク、インハイへ、低めわずかに外れてボール、ストライク決まった。ストレートで押してきます。打ちました、ヒット、尾形。これで今日は4打数の2安打。バッターは2番栗原、今日はツーランホームラン1本、打った一塁線、ボールが転がっている。ストレート空振り、ミヤビッチ追い込んでいます。打ちました、詰まった当たり、ミヤビッチゆっくりと構えた、取りました、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは3番ダロッカ、今日はまだヒットがありません。三遊間抜けた、レフト前に転がる、ダロッカ今日初めてのヒットを放ちました。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。今日2三振、新井カープ追加点のチャンスを迎えています。打った、バットを出しましたがボールは後ろに飛んでいます。低めストレート決まってストライク、打った、送る、二塁アウト、判定はセーフ。バッターは5番前田、今日はヒットが1本、まっすぐ決まった、ストライク、打ちました、ファウル。カープここまで7安打、ミヤビッチ追い込んだ後まずは1球様子を見ました。お、外れました、前田よく選んでいます。キュッター、ファルボール、前田追い込まれていますが粘ります。真ん中、これ三振、前田ポジングアウトの三振、ミヤビッチここを抑えました。9回の表が終わって2対1、カープこの回0点に終わっています。ここでタイムを取りました。ここはピッチャー変わるようです。笹岡降板、ベイン今日6番手としてマウンドに上がります。
はい、ジャイアンツ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先ほどホームランを放ったローズ、スタンドからはなんとか1本と期待をかける声援が響いています。打球後ろファウルボール、外角高め空振り、バッター追い込まれました。空振り三振、ローズ三球三振、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番国防、スタンドからはなんとか1本と期待をかける声援が響いています。変化球ストライクインローへ、バッター追い込まれました。一つ外したボール、インコース際どいところ、速球打った、尾形バックしていった、ここは大事にボールを取りました。国防センターフライに終わりました。勝利まであと1人、ご覧ください。さて今日のヒーローは勝利投手のレイボン。今たくさんのフラッシュの中でインタビューが行われています。お伝えしてまいりました試合は読売ジャイアンツ対広島東洋カープ、2対1カープ1点差で勝ちました。実況担当川木直樹で名古屋ドームからお伝えしました。